はい、どうも、ジャンヌダルクです。というわけで、今回も、コールオブデューティーモバイル、早速ね、実況プレイやっていくんですけども、今回こちら、ブラックフライデーっていう、まあ、イベントが来ておりまして、あと2日かなっていう、まあ、短い期間ではありますが、めっちゃ値段が安くなっておりまして、見てくださいよ、これ。1回ガチャ回すのに 40CP ですよ。で、10連が 360CP ということで、もう破格の値段じゃないですか。ね。まあ、学生さんとかね、バイトしてない人からしたら、もうそもそも課金がって方もいますが、まあ、それでもね、圧倒的に安いということで、今回ね、ありがたくガチャガチャの方回させていただくんですけども、今回こちらのロイヤルクリムゾンの、LK24 ですね。こちらがなんと強化入っておりまして、連射速度が速くなってるんですよ。まあ、シーズン1ではね、そんなに強くなくて、ブレない系の銃だったんだけど、たまに横ブレするから、まあ、あんまり使われないよねっていう、まあ、M4 と比べて安定系だけど、ちょっとねっていうのがあったので、なかなかね、難しい感じではありましたが、やっとね、こちら、レートが上がって、M4 よりね、火力が上がったということで、早速こちらのガチャガチャね、回していこうかなと思います。はい、ということで、これからもね、コールオブデューティーモバイルの最新情報だとか、上げていきますので、もしよろしければ、通知が届くように、チャンネル登録と高評価お願いします。それでは早速、10連いきましょう。さあさあ、ということで、360で10連、いきます。さあ、一発目で来てくれてもいいんですよ。はい、来ないと。ごめんなさい、ちょっとこれ確認しますね。パーセンテージの割合が、これか。ロイヤルクリムゾンのやつが、0.8%。まあ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 、こんなもんかな。割と普通ですね。普通というか、まあ他と一緒ぐらいですね。行きましょう。さあ来い。全く来ないですね。さあもう10連行きますよ。いやけど、全然ダメージ少ないね。これだったら全然回せるわ。さあ次々と引いていきましょう。来い。さあ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 、ですね。まだまだ行きますよ。まあ単純に今回半額ですからね。さあ半額でしっかりと2倍分引いていきましょう。まあ、ガチャが半額って結構でかいんだけどな。ただまあ課金できる人はもうすでに課金してるっていうね。さあ来い。ほっ。はい、出ない。行きます。ほっ。てん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 。さあ、12000課金しました。と思ったら誰かから招待いただきました。はい、12000分ですね。さあ、行きましょう。10連。レッツゴー。ほっ。でん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 。いや、全く出ないな。けど、パーセンテージ的に言ったら 1% 以下だから、まあまあ、こんなもんちゃこんなもんだよね。もう多分、そろそろ出る計算。そろそろ 0.8% だったら出る。うん、次ぐらい出る。あ、次出ますわ、これ。間違いなく次出る。来い。ほっ。お、来た、ほら。はははは。いや、そこはけど、あえて出ずに、なんでやねん、みたいな。のがまあ動画映えなんですけども、まあ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 。けど金額的には美味しいですね。ありがとうございます。え、かっこいいほら。普通に白映えしてるよね。白と赤と金色と黒。いいね。これ普通に中二心くすぐるよね。で、このカラーリングは普通に好きよ。で、ちょっと余ったので、LK117 のこれ獲得しましょうか。そう、これもね、やっぱ AK117 ファンとしては持っておきたいところ。さあ、ちょっとお目当てを引くまで行きましょう。AK117 はいつまで経っても使えるんで、そう、弱体化来ない限りは現状まだまだ、現役アサルトライフル最強さんなので、しっかりとこのバリアントも確保していきたいんですよね。お願いします。普通のレアなんで、そんな絞らなくていいんですよ、運営さん。普通のレアなんで、そんな絞らなくていいんですけど、すいません、お願いします。180円なんで、そう、半額の半額なんですよ、さっきの。半額の半額なんで、お願いします。来い。出なくね？え、こっちの方が確率渋ってない？おかしくない？レアだよ。来い。オッケー、ナイス。これでとりあえずは、ゲットできたのでオッケーでしょう。いや、これさ、いや、このバッテリーも欲しいんだけど、別にこれ見た目的に好きじゃないんだよね。そう、青って普通に目立つから、これぐらいにしときましょうか。ブラックフライデーさんは。ブラックフライデーグレネードバンドル。これ10連も引かなくていいでしょ。あ、1購入だけなんだ。120円で買えるんだ。いらんくね。いや、なんかノリで買おうとしたけど、冷静に考えていらないわ。さあ、ということで、ついに獲得できたロイヤルクリムゾン。やっぱロイヤルクリムゾンかっこいいよね、ほら。EBR もかっこよかったんだけど、こっちもかっこいいよな。アイアンサイト比べてみたんですけど、大体一緒ですね。多少変わってますけど、まあ大体同じ似やすさということで、今回こちら使ってね、やっていこうかなと思います。これからもね、コールオブデューティーモバイルの動画上げていきますので、もしよろしければ通知が届くようにチャンネル登録、高評価お願いします。それでは早速やっていきましょう。はい、ということで、ドミネーションやっていきたいと思います。で、一応 LK24 自体が、レートで2番目ですね。3番目か。AK117 とタイプが同率1位で、次に、LK24 が2位に入ってきたんですよ。すごくないですか？そう、今回のアップデートで、まさかの LK24 が次にレートが速くなると。なので、割とアサルトでは使える方の部類にはなってきたんですけども、ちょっとまあ火力がね、あんまり高くないんですよね。そこがちょっと問題点かなと。いうことで、こちら、リクレク、拡張マガジン、レーザーサイト、クイックドローですね。やっていきましょう。で、まあ先ほども言った通り、メ
命中率が高い、レートの速い武器なので、まあ、火力はその分やっぱ低いんですよ。そう。ただし M4 よりかは断然強くなったということで、まあ、割とおすすめですね。まあ、もちろん AK117 が一番おすすめなんですけど、僕個人としては。ただまあまあ全然ね、扱いやすくなってるので、はい、こういう形で楽々でレートで持っていけるんじゃないかなと。強いね、やっぱり。やっぱレートが上がると、やっぱ別武器になりますよね。さあ、OK、ナイス。さあ、しっかりと UAV 取っていきながら、セントリーガンをここに焚いていきます。ここら辺かな。後ろいるんだよな、これ。よいしょ、クソイモスナイパーカット。いいね。さあ、セントリーガンさ、それ B やってくんない？一応それやれるポジションなんだけど。いやー、それしゃがまれてんのか。OKOKOK。しっかりとカット。からのプレデターミサイル。まあ、命中率って皆さん、普通にエイムした時の、なんかブレとかそういうことを想像してるかと思いますが、実は集団率に関わってくるんですよね、その命中率っていうのは。で、集団率って言ったらなんだって言ったら、こうやって腰打ちで撃った時のばらけ方っていうのが結構関わってくるところでして、そう、これがね、一応現状、まあ、レートが早い中で言ったらそこそこ高いんじゃないかなって。で、プラス、ほら、拡張マガジンつけてるのにリロードが早いんですよ。おい、クソイモスナイパーめっちゃおるやん。これまずいですね。そこです。 OK、 上、持っていける。 OK、 ナイス。よいしょー。さあ、リス買いしっかりとさせていただきながら、手前からもう湧いてこないと思ったら湧いてくるんですね。しかも AKS っていう、いや結構イモってたのか。で、 B 取られてんだよな、これ。いや、クソイモスナイパーをカットしたいけども、いけ。よし、ナイス。さあ、 B ちょっと取り返していきましょうか。しっかりと UAV 出していきながら、スナイパーがね、2人ぐらいいらっしゃいますので、しっかりとスモーク焚いて、チラッと見えたそこに決め打ち、弾幕したけどもいない。もう一回顔出した。今取れるよ、 B 味方。ナイス、でかいぞお前。腰打ちで殺す。これが命中率の高いレートの速い武器だ。おい、スナイパーライフルが事実から B を守ろうとしますね。うまいですね、あれ。いや、あのスナイパーライフルはいいんよ。うん、鏡、マジで。敵列に乗り込んでスナイパーとか、マジ男気マックスでしょ。で、しっかりと B を守ろうとするっていうね。さすがですね。そう。あのイモスナイパーはいいんですよ。ただ、初期イモでイモってるイモスナイパー、ドミネーションでは許さないぞって。さあ、行きましょう。とりあえず、ハンドガン持ちまして、スナイパーが結構いるってことなんで、こっちの右の建物から進軍していきましょうか。多分ね、接敵するはずなんですよ。ビーンナー。しっかりとカットからの奥いらっしゃいますので、しっかりとリコイル制御して抜く。リロードして。後ろいるかな？いるね。スナイパーが、我がリスに来て、取ろうとしてる。これはね、スモーク焚いて、対処していきましょう。これで OK。自立からの抜きは大丈夫。で、しっかりとこっちの方から進軍させていただいて、腰打ち外れる。バレたけども、大丈夫。いや、バレたけども、勝てない。あれ？ LMG の ADS に負けちゃいましたね。やっぱ腰打ちは無理に引っ張る必要ないのかな。ごめんなさいね。今回ちょっと動画なんで無理に引っ張りますわ、やっぱり。セントリーガーをここら辺でオンラインで。さあ、ちょっとしっかりと嫌がらせしていって、確実に勝ちたいね。結構ね、敵さんが強い方々がいらっしゃるというか、スナイパーがやらしいメイン用な位置で来るんで、しっかりとそれ対策用にセントリーガンを対策しておきながら、リロードして、いるんだよな、そこ。どっか行ったな、あいつ。なんか、最悪でずっといるんだよね、二人ぐらい。多分こいつは A を守ろうとしてんのかな。あ、セントリーガン切る、ナイス。オッケー、こいつカットする。え、嘘ちょっと、あ、ボットか。わけわからんかった。いや、あれプレイヤーがやってたら本当なんか、放置なのみたいな。けど、ボットあれかわいそうじゃない？プレイヤー、相手陣側。ね。ドミネーション B も絡んでくれへんやんっていう。前にも行かへんから、ラインも上がんないしさ。大変だよね、あれ。フィニッシュですね。最後ちょっと、ウォーマシンぶっぱしたかったな。はい、ということで、まあ、スコアスリークのセントリーガンさん、後半は刺さったんでよかったんですけど、あれだね、敵さんかわいそうだね。あ、これラスキル。ついよ、AK117。まあ、正直、現状多分最強というか、まあ、ピック率が高いやつですね。多分極めていったら、遠距離は多分 LK24 とか、ね、AK47 とか M16 とかなってきますけども、だいたいまあランクまでのその上位の使用率、ピック率ランキングで言ったら、まあ AK117 かタイプがアサルトでやっぱ、ダントツに高いので、まあそういったところね、まあ弱体化うまいこと入れてとか、強化今回みたいに入れて調整してほしいですね。はい、ということで今回は強化された LK24、紹介させていただきました。まあレートもこの通りね、他の銃と比べてもがっつりと上がっておりまして、まあ命中率も高いものとなっておりますので、まあ、ぜひぜひ皆さんこちら使ってみてください。はい、ということでこれからもね、コールオブデューティ MW の動画上げていきますので、もしよろしければ通知が届くようにチャンネル登録高評価お願いします。それではご視聴ありがとうございました。ふっおっよいしょ。あいつスナイパーライフル、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 マジか。出会ったらゴールゲッチュー。あんな UAV お前、あれ完全に出せない、出せないのか。いや希望こい。フラグオンラインはからの後ろ下がれ、お倒した、池田やった。これ何、何これ、何スパイダー、雲の皮、あっとしてください。やめろー、何も気が動かない。駐車止め、ふぅ
おおしゃマジで嘘お前がちょっと待って嘘やろフリーホールでマジで嘘やろ違うマジでわざとちゃうやんマジか全然見えへん全然見えへん